皆さんこんばんは。今日はね、これちょっと毎週のように使ってたんですよ。そしたらね、突然スイッチがいかれちゃって、こんなもんなのかな。結構気に入って使ってたんですよ、ここもね。え、残念でした。というわけで、ドン、マキタ買っちゃいました。軽量 1.3 キロコンパクトで、パワーが300ワット、これ自己集塵機能付きって書いてますね。開けてみましょう。説明書とアフターサービス、これは捨てちゃダメですよ。で、これが囚人袋です。で、これが以前と同じサイズの125ミリので、八つ穴です。これね、6つ穴もありますから、この辺注意した方がいいみたいです。で、本体こんな感じ。ここを持って使ったり、ここを持って使ったり。で、特徴は以前のと同じくランダムオービタルサンダーで、こう動きながら回転したり、そんな感じですね。あとはまあ、みんな知っての通り、電源させて使えば使えます。で、スイッチは以前ここ壊れたんですけど、多分マキタは丈夫でしょうね。オフ。やはりね、コードもね、クオリティが違います。すごく弾力があってね、柔らかみもあってね、いいです。やっぱり作りが全然違いますね。それで、これはここを向いて外すんじゃなくて、ここをグリッて回すと外れます。簡単に取り扱いがやりやすいです。で、これを取って、これと捨てる、そんな感じで、ワンタッチでもうすぐカッとはまります。以前とは違います。それと、そうそうそう、スピードのね、調整がついてないです。もうオンオフで一定のスピードは選べません。まあ、削るものですから、それでまあ、これの番手を変えて調整するということですかね。付属されてたサンドペーパーはこれです。割とね、いいものが入ってます。60番、120番で、240番、2枚ずつです。これが6枚ついてます。それで、使い慣れた人はもう分かってるでしょうが、これね、穴をね、きっちり合わせた上で、なおかつちょうどこのここが偏らないようにはめないと、回転して回ってるうちにこの中のベースを傷める恐れがありますから、この辺はちゃんとやった方がいいです。きちっとはめた方がいいです。この機種はマキタの中でも一番価格の低いものだと思います。もうすごくシンプル。まあ、私の用途ではもうこれで十分事足ります。なわけで使ってみますね。まず120番から。
次は240番。やっぱりね、いいです。すごく安定して力もそんなにいらない、すっごく使いやすい、すごい気に入っちゃった。前のやつはもう振動が結構あって、これ離したらもう暴れまくるぐらいの感じでしたね。ああ、こんなに違うんだな、すごい飽きた。